それではどうぞ。早いっす。あ、早い。何かも分かってないだろ。はい、節約大全の番外編、いや違う、 RSS コラボ番外編でございます。今日もよろしくお願いします。お願いします。あの中華街のやつあったじゃないですか。うん、中華街、そっから。まあいいや、俺じゃあ今日金谷さんだけ喋るわ。知らないみたいな覚えてないみたいだから。中華街お前もかよ。誰に何聞いてたの今。そっちでさ、小ネタやられたもん分かんない。 AD さんにちょっといないから。いないですか。いないからやめてよ、夏だからそういうことを。あ、大丈夫ね。ありましたね、中華街でね。大丈夫。これは本当なんかお盆に出しましょうとか言って、はいはいはい、言ってたのよ。まあテロップなしとかでもいいから出しましょうみたいなこと言ってて、俺はちょっと気遣ってたんだよね。演者の方じゃないからさ、ロンドン君のやつだ。ロンドン君をネタにしちゃうっていうのね。あ、そう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 、ね、撮ってる時もさ、なんかちょっとさ、後から見てもらったら分かるけどさ、ちょ本人なんかちょっと乗り気じゃなさそうだったからさ、なんか森さんが一生懸命さ、いやなんか振ってもらえればとか言ってるのに全然なんか振らないから、あんまり乗り気じゃないのかなとか思いきや、自分からなんか出しましょうって言うから振り切れだったの、ね、振り切れ、そうですね。そういうのがちょっとなんかあったんだろうということでね、本当に素敵な偶然というか、世界の果てでね。そうそうですよね。世界の果てって言ったら失礼だけど。失礼だね、世界の果てっていうのはね。メルボルン郊外でって言った方がいいのかな。そうですね、なんか話によるとね、はい、RSS っていうのはロンドンショートストーリーとかそういうことです。今思いついたのかよ。ロンドンは L だろ。そうずっとね、ずっと考えて本当にロンドンは L。 L か、うまいこと言ったみたいなさ、急に言うけど今言うまで R だったかな、 L だったかなっていうのずっと考えてた。 L だよ。 L か、勉強できただろお前は。英語は特に良かったですね。はい、ということでもうこれは早速見てもらった方がいいですね。はい、そうですね、はい、で、はい、エンディングはなんかね、多分もう森さんがやってくれてるんで。あ、そうなんですね。僕たちここまでです、今日。今日の出番こんだけだから、まあ、こんだけなんだ。この後オーストラリアに飛ぶとかじゃなくて、ああ中華街に飛びます。あ、中華街に飛びます。中華街に飛びます。金谷さんがね、最後も締めてるし、なかなか見どころたっぷりの。金谷さんが締めている。締めていますよ。はい、見たでしょこれ。撮ってえ見てねえのかよ。動画チェックしてやれよ、せっかくね体張ってんだから。お前も見てねえな、なんか微妙な感じで。じゃあもう早速みんなで見て、はい、あ戻ってこないですけど、はい、見に行きましょうこれ。じゃあ皆さん見てらっしゃい。金梨のやる気のなさみたいな。早く終わんねえから。いや、とっておきの、もっといいんじゃない、そんなこと。森さんにとっておきの話を振らないと。ほら、張り切ってどうぞ。森さんってさ、もうタメ口になってるし。モシンとかモアザンセクリとかで、こう、なんか縁も感じるわけですよ。ああ、そう、僕ら。確かに確かに。その中でもさらに縁を感じるような話が一つあるじゃないですか。そうなんですよ。その話を少し掘り下げたいなと思っているんですけど、はいはいはい、ぜひカメラに向かって喋ってもらっていいですかね。あの話、緊張するんですよね、これはね。はい、カメラというかカメラマンに向かって話すのが方がいいと思う。カメラマンから質問されるとなんか僕も話しやすいんですけどね。なるほど。そう、じゃあぜひ、ね、ありがとうございました。何があったんですか、何があったんですか。誰とドライブしてましたっけ、これ。いや、あのね、いやもう僕から話しますけど、本当に自分から話しますけど、メルボルンからこれでも、あの実際バララットってライジングサンシンジケートの馬が結構あのユタスっていうかマットクマにもいますし、ヘンリーもいるんで、おそらくその見に来られる方はこれから多分出てくると思うんです。いろいろね、メルボルンから電車に乗ってバララットってもう1本で終点なんですよ。バララットの駅から競馬場ってもう一つ行くんですね、はいはい、バララット駅じゃなくてウェンダリー駅っていう駅が競馬場の最寄り駅なんです、うん、たまにそのバララット駅で電車が前方と後方で2つに分かれて違う方向に向かう電車があるんですよ、はい、それが見立て行きみたいなんです。それが1日3本あるんです、朝昼晩、はいはいはい、その朝の便にたまたまあの日本人の女性が乗られてて、うんはい、違う方向に行くのに、うん、それで僕はオーナーさんを待つためにウェンダリーの駅で待ってたんですけど、はい、電車が通り過ぎても降りてこないんですよ、はい、なのであこれ多分間違えたなと思って、うん、でオーナーさんに電話して、やっぱ間違えました、じゃあ次の駅で降りてくださいって言って間違えた方に迎えに行ったんですね、うん、まあそれはそんな遠くないんです、それはそんな問題じゃないんですけど、無人駅で誰もいないはずなのに その方ともう一人アジア人の女性がそこにいまして、うん、もうそのオーナーさんもすごいすいませんって言ってたんですけど、あお疲れ様ですって言ったら、うん、女性の方が日本人ですかっ
って声かけてもらったんで、あそうですって言ったら、いや電車を乗り間違えてって言われたんで、あじゃあもうどっか送っていきますよ、近場にね送っていきますよってなったんですけど、その方が結構遠いところに住まわれてて、バララットからさらに2時間行かないといけない、2時間百何十キロ離れてるところに住まわれてて、さすがにそこまでは送っていけなかったんですけど、近くまであのじゃあ送っていきますってことになってドライブすることになったんですね、はい、話をよくよく聞くと、まあよくよく聞くというか向こうから質問されて、はい、どういう仕事されてるんですかって言われたんで、うんうんうん、あの馬乗ってますと、でこちら馬主さんですっていう話をしたら、自分の元彼が馬に関する仕事してますと、うん、おえってなって、最近そのメルボルンに来てたっていう話になって、はいはいはい、メルボルンに来てた来てたって話になったので、はい、あれと思って、まあ心当たりは何名かあったんです、その、はい、馬関係者でメルボルンに来られてる方ってなったんですけど、よくよく聞くと、うん、馬関係者じゃなくてその馬の YouTube をしてる編集者さんだっていう話です。そんな人いるんですか。ですよね。っていうことで、はい、僕はあの、うん、ピンときたんですよ、うん、ピンとね。その前に、はい、あの小松さんと編集のロンドンさん、小松さん一家とロンドンさんと来られた時に一緒に雷神さん3人とご飯食べたんですけど、はい、小松さんがいいね、あの会社のお金でオーストラリア来て元カノに会いに行くっていいねっていうのを覚えてたんで、はい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 、えもしかして元カレってロンドンさんですかって聞いたんですよ、はい、そしたらその方がロンドンさんって誰ですかそりゃそうだ、そりゃそう、知らないですもん、知らないですもんってなってはいはい、はい、でまああの〇〇さんなんですけどって言われたんで、ああそうだと思って、名前そうだったと思って、あそうですそうですってこの間お会いしてねって話をしてから、すごい狭い世界だなと思って、いやすごい狭いですよね、すごいびっくりしたよ、びっくりでしょ。で僕はあの急遽川上に今あの、まあ、こういう事情も説明してですよ、はいはい、事情も説明して、僕は今あのその僕の車の後部座席に元カノがいますと。そしたら彼悪い人ですから、小松さんに突然ですが今森とロンドンさんの元カノがドライブしてます、それだけそれだけ送ってるんです、このラインです、これこれですえどういうことってなる、人悪いでしょ、どう考えても。ドアラは悪くないよいや腕ありますね、やっぱ腕ありますよ。たまたまそんなところで知り合ったのが、うん、あのロンドンさんの元カノだったっていう奇跡的な出会いを。だってたまたまね、乗る電車を間違えてもらったことで、そうですそうですそうです、ね、はい、すごいです、本当にそうでDJ をやってるっていうだけを聞いてたんで、まあなんかこうギャルじゃないけど、どんな感じだったの、今写真こうやって、いや写真すいません撮ってないんですけど、せっかくだから撮りましょうって自撮りでやるのか、いややればよかったっすよ、ね、やりそうだもんね、いややってほしかったな、いやさすがにロンドンさんに送りますっつってこうやってほしかったな、やればよかったかな、いやでも本当に真面目そうな子、意外だな、意外僕らはあの DJ やってるから、そのご飯の後にその子が DJ やってるクラブにロンドンさんが行くって話を聞いてたから、そういう感じなのかなと思ったら、だから聞いちゃった多分ね、僕はその後ろ見て、え、もしかして DJ やってますって言ったら、なんで知ってんですかって言われて、普通に真面目な感じのことです。え、ロンドンさんってこういう子選ぶんだな。いや、ロンドンの友達に一人だけ会ったことあるんで、その印象があるんで、みんなそういう風なのかなと思ってんですけど。あ、それはじゃあちょっとギャルっぽい感じだったんですか。あ、いや、それは男性の方なんで、普通の女の子です。女の子です、言いづらいからまあその時に電話されましたね。その時にあの元カノさんからロンドンさんに電話しました、はい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 、冷たく言われたんでしたっけ、何ロンドンってそりゃそうだよそうだよ、何なのロンドンって、え、だってロンドン好きだからみたいなしどろもどろになるいやでもね、僕も眠い目をこすりながら電話かかってきてたから折り返して、
森さんに会ったって言われて、え？は？森さんって誰ってなっちゃったんで、もうまさかそこが繋がるとは思わなかったんで、誰も思わないで、誰も思わないで、スピーカーで話したんですよ。いや僕もそりゃそうだよと思って、森さんで誰ってなるよいきなりってなるんですよ。声の高い人だよねって。はい、そうです。もう寝起きだったんで、もうボキャブラリーがなくてね、そんな。いや、しかもさ、スピーカーで話してるとか思わないもんね、電話。この話もしたら全然違う方向に入る。そろそろ市川堀さんいますよ。はい、そうしましょう。森さん、ありがとうございました。書いてないけどね。さん